はい、どうも、サイレントチャンネルです。今日は、前回、リアレッグできたんで、フロント側、スプリングのね、つく部分を作っていきたいと思います。で、フロントができてしまえば、リジットフレーム、後ろ側、リアですね、それができちゃいます。はい。で、今回は、フロント、スプリングのね、作る動画を、お送りしたいと思います。ということでよろしくどうぞ。これね、下部の、フロントのスプリングが作ったやつなんですけど、これね、メッキしてあります。で、よくある、ああ落っこちた、なんかよくあるこう刺す、リアの刺すを使ったスプリングがね、安いやつあるんですけど、ああいう感じのは使いません。でね、まあ、こうなるわけですよ。はい。で、まあ、これね、下部のだからあれですけど、まあ、こういう感じになりますね。出来上がりはね。だいたい、まあ、似たようなもんなんで、まあ、作るのはもうフロントはわけないと思います。これから作っていきたいと思います。はい。これが、縮みのスプリングで、これがね、伸びの方のスプリングですね。よくあるヤフオクで出てるリアのショックつけてある、原付かなんかわかんないですけど、ああいう感じではないです。ちゃんとしたスプリングアフォークです。機能も性能もね、はい、ハーレーと同じ感じのスプリングアフォークになります。もうね、何十本ってもうスプリングフォーク作ってきてるんで、わけはないです。もう、フロント、全然わけないですね、こんなの。はい。ということで、ちょっと、これから作っていきます。
はい、仮組みできました。仮溶接まだ本ちゃんじゃないですけど、ある程度のところまでできました。あとはここをね、締め込めばここがおのずと上がるんで、ここで硬さ調整します。はい、仮にヘッドライトつけてみました。はい、いい感じですね。フロントはこれで、本ちゃん溶接しておしまいですね。あとここね、切って、はい、こんな感じです。はい、サスもちゃんと効いてます。わかるかな。硬さはね、調整できるんで、硬ければ緩めて、締めれば硬くなるっていう感じですね。はい、今回も問題なくできました。はい、無事にスプリンガーフォークできました。はい。まあね、何本も作ってきてるんで、まあ大体良し悪しは分かってるんですよ。ただね、耳元のあのブレーキパネルどうしようかなっていうのでちょっと手こずったんですけど、まあ通算、まあ、ブレーキパネル入れてだいたい5時間ぐらいでできましたね。はい。で、普通のリアレッグがあの下部純正のやつであれば、まあだいたい2時間もあればスプリンガーフォーク作れます。はい。で、次回は、1インチのパイプを頼んであるので、フレーム、リジットフレームですね。そっちを進めていきたいなと思ってます。まあ、まだ、注文してから来てません。はい。で、今週には来るのかな？来ると思うんで、来てすぐにもうフレームは作っちゃおうかなと思ってます。はい。ということで、今回、スプリンガーフォークの回でした。それではまた。